支流滝川にある観音の滝玉島川は、佐賀県唐津市東部を流れる二級河川であり、旧浜玉城及び旧七三村の中心河川。西隣を流れる松浦川水系と共に、唐津平野を形成する。非善国風土器には、神宮皇后が三冠聖伐を前に歩移りを行い吉祥を占った伝説があり、そこで述べられるところの、松浦川は、 現在の松浦川ではなく本河川を指すものと言われる。その後、大友旅人をはじめとする歌人がこの地を訪れており、万葉集には、玉島川やあゆ釣り、及び当地に、縁のある、松浦さよ姫伝説に関連する数多くの歌が、残されている。福岡県との県境にあたるセフり山地の、女岳と獅子舞岳の間に源を発し南流する。 水源付近は二級河川一山川との分水例で荒川峠と呼ばれる。国道323号と波流し、平野、馬川付近まで降りると流れを西へ変え、複数の支流を合わせてゆく。特に滝川との合流地点は973村の中心部で、 なるかみ温泉街や日本の滝百選に選定された支流滝川の観音の滝へ至る渓谷プロムナード等の観光名所がある。村落を抜けると再び流れの急な山間地帯を抜けてゆく。集落は並行する国道沿いに散在している。中流域には九州電力玉島発電所がある。柳葉付近より唐津平野へ入り、平原付近より流れてきた小川を合わせる。 周囲はビニールハウス農場が密集しており、稲作よりもみかん栽培がメインである。当地域で栽培される玉島みかんは天候の影響を受けないビニールハウス栽培が特徴で、ハウスみかんのシェアは全国の3割を占め1985年以降日本一となっている。旧浜玉町中心部では町中央部一帯を流域とする横田川を合わせ、 同時に、唐津湾川口へ流入する。西隣を流れる松浦川とは、横田川支流の無駄川及び、松浦川水系北無駄川を介して接続している。虹の松原は、松浦川川口と玉島川川口に挟まれた部分に位置する。戦後に入り水道事業が発足した唐津市では、当初は、唐津市街地を貫流する松浦川の伏流水を、 水源とし上水道の供給を行っていた。しかし戦後復興期にあって、松浦川上流部に当時存在した唐津丹田の創業が活発になると、川の水で荒い丹を行った際に生じる丹人が川床に蓄積してゆき、また河川水の濁度は現在の62倍もの状態になっていた。これにより計画通りの取水が不可能となったことから、百五十五年に、 唐津市は、玉島側の水源を求め浜崎町、玉島村と協議を開始した。その結果、1957年9月30日に、両社の間で、水道施設設置協定書が締結され、取水施設を整備し1958年度より、稼働を開始した。翌1959年度以降、唐津市と浜崎玉島町の双方が、水道事業に、 同じ取水施設を使用しており、現在の唐津水道事業、浜玉水道事業へ引き継がれている。新岡口橋より上流方線後に、玉島川流域を襲った主な水害としては、1953年6月1963年6月1972年7月の梅雨前線豪雨が挙げられる。この水害を機に玉島川下流部について1980年度より、 広域河川改修事業が開始され、川口から柳葉橋までの3200メートルについて、河川拡幅、掘削を軸に、護岸の整備等が進められている。事業は2020年度までの予定で、全体事業費は48億円である。新岡口橋と梅豆ら橋の中間にある玉島遺跡は固定遺跡であることから、洪水流下の障害となっていたため、 鮎や鮭の放流が行われていることを考慮して、挙動付きの稼働石へと改築された。護岸についても隙間のある空席張り五岸や自然石護岸として生態系に配慮されている。なお玉島川の治水対策としては、本来、河川改修と合わせてダム建設が行われる計画であったものの、流域の地質や地形が悪く適地がなかったことから2000年度に、 建設計画は中止され、治水事業は一時休止となった。河川改修のみでの対応とする代わりに、計画流量を450立方メートルから550立方メートルへ引き上げるとともに、上流、中流の河川幅を当初計画より10から20メートル程度拡幅する変更を行った経緯がある。事業期間中の1991年9月にも、 洪水被害が発生したことを受け、支流の小川、刈川川について1992年度より河川整備が開始され、前社は1993年度、後社は1995年度に完了した。小川については、その後国道323号の改修、玉島バイパスの整備工事に付随して、川口付近の河川改修が2005年度から2007年度にかけて実施された。 横田川下流部も1993年度より河川改修に着手し、全体事業費46億円2020年度までの事業予定で進められている。これらの事業により、仮川川、小川は1991年水害規模、玉島川下流部及び横田川下流部は、おおむね30年に一度発生する程度の洪水に対応する計画である。川口付近。 横田川との交流地点小川との交流天井流より記載、太島二級河川中流部上流より記載、万葉州と松浦地方九州管内水力発電所九州。電力 HP 唐津の農産物第三章。浜崎駅周辺地区の現状把握。唐津市議会会議録平成21年3月定例会。第3回唐津市議会会議録平成28年12月定例会。 第5回佐賀県議会会議録平成19年、有明会、限界再生、環境特別委員会佐賀県議会会議録平成13年6月定例会、唐津市議会会議録平成17年9月定例会、第5回唐津市議会会議録平成26年6月定例会、第3回。ありがとうございます。